これ何気ない延長コードなんですけど、このコンセントのとこ見てくれませんかね。コンセント。やばくないですか、これ。火災になってるもおかしくないですかね、これ。この前なんか、奥さんが、電気流れなくなったって言って、実はタンスの裏に開かずのコンセントがあったんですよね。これプラグっていうのかな？あ、プラグか。で、そこに差し込ん、んとタンスの後ろなんですけど、で、そこに差し込んでたんですけど、なんか使えなくなったって言ったので、ちょっとタンスをどかしたら、ものすごい蜘蛛の巣だったんですよね。で、プラグ外したら、こんな感じになってました。何が原因でこんなになっちゃったんだろう。ショートですかね、ショート。怖いね、ちょっとね。さすがに怖いですよ、これ。ここまで激しくショートしちゃうんですね。原型、もうえぐれてますもん。だからこれ、原因がわかんないから、メイドインジャパンって書いてあるから、古かったのか、蜘蛛の巣とか、ホコリが原因なのか、ちょっとよくわかんないから、対策も取りようないんですけど、皆さんも、やっぱ多分、ホコリだと思うんだけど、皆さんも開かずのコンセントとか、なんか古いコンプラ、延長コードとか、使ってる場合は、注意した方がいいです。火災の、これで火災ってなんのかな？こういうこともあるってことで、これも一応残しときます。 何でも残しときます。はい、以上。